ちょっと動かんといてな。何やってんだ姫さん。こいつを紐みたいなもんで縛り上げて。まことはん、人聞きの悪い表現をせんでもらえます？これは紐やのうてメジャーです。ああ、体の寸法を測ってんのか。ってことはまた服でも仕立てるのか。この夏の暑い日にマメだね。まあそんなところやね。こういうことに暑いも寒いも関係ありまへんや。でも気をつけろよ、姫さんの作る服はすげえ出来はいいんだけど、そのフリフリだからな。ヒラヒラしてるの可愛らしいやないの。せやのに誠はんちっとも来てくれへんのやもん。いけずやわ。いや、だって私にはああいうの似合わないしさ。はっ！いや、ダメだ！そういうのは。そうだ、ユイにでも見せてもらえ。ええやないの、マコトハン。来て見せてーな。王子ハンも見たい言うてはるよ。やめろって姫さん、脱がそうとすんな。なんかうなってると思ったらいきなりどうした。香り、もう我慢できないさ。外を見てよ、ティーダも輝いてるのに部屋の中でゴロゴロしてるなんてもったいないよ。最近は室内の警備仕事も多かったし、香里班にはストレスためさせてしもたかもな。海で思いっきり泳ぎたいさ。浜辺を走り回りたいさ。どこでもそこでも踊りたいさ。いや、最後のはいつもやってるだろ。ほんなら行きましょか。え？え？実はね、そろそろみんなも疲れてるやろ思って、旅行にでも行こう思ってたんよ。マジかよ姫さん、すげえサプライズじゃねえか。魔法大好きさ。それにあの子たちもたまにはお外の風を浴びんとな。あの子たち？大丈夫かな。魔法も不安そうだし、早く解決してあげないとね。私たち。
って、たまにかけるわよ。いい解放感だ。サガーオルフェンブリッツ、全力全開プリンセスストライク。ほら、一気に外しません。エンチャントアロー、準備万端。お願いしよう。ブリア、たまにかけるわよ。勝利への一撃、夏の一撃。ほら見て、大風ラブドリーム。どう、まだバテてない。全力全開プリンセスストライク。に燃え上がる、サマーオルフェンブリッツ。夏の一撃よ。へい、それ外しません。エンチャントアロー、そーれ、水浴びしよう。ほら、いかがにかけるわよ。サマーオルフェンブリッツ。そうだ、ではな、ソードオブフェニックス。全力全開プリンセスストライク。普通と早く強く外しません。エンチャントアロー、この程度か。台風ラブドリーム、でーい、負けないわ。よっしゃ、全力全開プリンセスストライク。外しません。エンチャントアロー、それご飯ご飯。へい、ソードオブフェニックス、いきます。台風ラブドリーム、ドボン。クールに燃え上がりしよう。先生、たまにかけるわよ。危ないな、かな、負けないわ。クールに燃え上がり、ソードオブフェニックス。へい、たたみかけるわよ。かな、負けないわ。クールに燃え上がる。いい経験をしたわね。次にも生かすわよ。ガイドいたします。手早く片付けます。光の五加護、味わいな。ゴーゴーコッコルちゃん。
展開プリンセスサマーオルフェンブリッツストライクやがでしょう畳みかけるわよこらへいそれ準備万端光の五加護好きだらけで負けないわペコペコですかクラケッアルミエーノ頭かけましょうご飯食べきれだソードオブフェニックスサマーオルフェンブリッツフェニックス光の五加護準備万端ブリア全力全開プリンセスストライク頭にかけるわよ攻略しますのご加護好きだらけお腹が空きすぎて動けません飲食店へ参りましょうかペコリーヌ様日差しに当たりすぎんよパラソルをさしてとよしこれでええね久しぶりのお出かけでみんな気持ちよさそうや風も気持ちええし海水浴日和やねまさかギルドハウスにあったぬいぐるみを全部持ってくる羽目になるとはいい準備運動になったよなあ姫さんなんでわざわざぬいぐるみを持ってくる必要があったんだまことはんこの子たちも仲間なんやから仲間外れはいけませんよ魔法はぬいぐるみたちを大切にしてるからね仲間がいっぱい賑やかで楽しいさ姫さんがぬいぐるみを大切にしてるのは知ってるよまあ確かに海辺にこうやって並んでるのを見ると可愛いよな誠はんにもこの愛らしさが伝わったようで何よりやわそりゃ私だって可愛いのが嫌いなわけじゃねえしよマコトはギルドの中でも結構ぬいぐるみを可愛がってるよねなあ言うなっての香り、うん、そういや仲間といえばよアスミのやつ姫さんが用意してくれた旅行だってのに私は遠慮するよ海に本を持っていくと傷んでしまうからねなんて言いやがってまあまあ一緒に来られんかったのは残念やけどかすみはんがカオンの留守を守ってくれるんやったらうちらも安心して羽を伸ばせるやろまあそりゃそうだけどよあ何言ってんだ違うってのそれにほら見てみ海やっさー泳ぐよ早っ香りのやつもう海に飛び込んでやがるなん思いっきり楽しんだもんの価値だっせまあそうだよねにしても姫さんよくこんなとこ知ってたなマルジェン海岸とはだいぶ違う雰囲気だよなこの海香織はんの故郷の話
今日聞かされてたやろ。少しでも楽しんでもらうために似た感じの場所を探してたんよ。王子はんに褒めてもらえると嬉しいな。ついでにもっと褒めてくれてもええんよ。今日のうちらの水着どうやろか。ほら、まことはんも耳を立てて感想を待ってありますよ。何言い出してんだ姫さん。っていうかチロチロこっち見んな。やめろよなそういうの。さすがは王子は、飾らへん言葉が心地ええわ。どうしたさ、マコトもマホも顔が赤いさ。それより君も来るさ、一緒に泳ぐさ。え、まだ泳ぐのに慣れてない。そっか、君は記憶喪失だったね。でも大丈夫さ、私がついてるよ。ほら、海は怖いものじゃないさ。体の力を抜いていれば沈まないさ。じゃあ手を離すよ。はい。おい、カオリ沈んでる。そいつ沈んでるぞ。あらら、私に捕まるさ。ん、慌てない慌てない、リラックスするさ。落ち着いてきた。じゃあそろそろ手の力を緩めてほしいかな。水着が外れちゃいそうさ。気にしなくていいよ。急ぎすぎた私が悪かったさ。力を抜いてリラックスリラックスよ。みんなそろそろお腹も空いてきたやろ。一旦浜辺に戻ってお昼ご飯にせえへん。あ、そうだな。ここにゴーヤーがあったら最高なんだけどね。そう言うと思って弁当に入れといたよ。まあゴーヤーっぽいもの炒めだけどな。マコトが作ったものなら何でも大好物だよ。うまいことばっか言いやがって。あれ、姫さんどうした？急に立ち止まって。魔法どうかしたさ。どうして。姫さんどうしたんだよ。おい、これはどういうこと。パラソルも刺してあるし、場所は間違ってないよね。目を離してたのは確かだけど、あれだけの数だぜ。でもどこにも見当たらないさ。みんな、ぬいぐるみのみんな、どこに行ってしまった。
週は下します。燃え上がる。スピードドーン。準備万端。負けないわ。ご飯ご飯。光のご加護。全力全開。スリーセクストライク。ブリャ。油断はしねえ。クールに燃え上がる。衝動ブロー。クロケチュン。アルシューマックス。左。サマーオルフェンブリッツ。光のご加護。準備万端。さあ、畳みかけるわよ。いよいよ。全力全開。スリーセブストライク。クロケチュン。アルヒューマグ。スキだらけ。サマーオルフェンブリッツ。へい、凍らせます。この。ソードオブフェニックス。光のご加護。クールに燃え上がる。負けないわ。簡単に言うな。スキだらけ。凍らせます。飲食店へ参りましょうか、ペコリーヌ様。準備はいい？こんなもんよ。